体調はね、まあでも、かなり良くなったな。多分後遺症的なのも今んとこないけど、まあ分からんな、まだ、正直。ちょっとしてからみたいなパターンもあるらしいよな。まあでも今んとこ、取りま、昨日はちょっと一日ゆっくりしてたけど、そんなにだね。それよりも、花粉症の方がきついわ。てか、風強くね？今日。マジでやばいわ。家揺れすぎて。ガタガタ言ってんのは家の音だね、これ。っていうか、ロル角、めっちゃ先だなぁ。しかもなんか、名前何？実際なんて読むの？これ。なんかトレーラーとか出てんのかな？これだけ？25年か。ちょっと遠くね？ 25 年は。イラホイは人気ある。ユーザーからの人気とかじゃなくて、ライオット本社で人気ある。25年？遠くね？さすがに今年にはやりたかったな。いやー、25年だってさ、25年の初め、なんかなー、だとしてもなー、なんかそんな先なら、なんかこう、出てる情報的に、もうちょっと隠しといてよ、とは思うね。結構前からやっぱ情報出てたから、あ、じゃあもうそろそろなんかな、っていう気分になってたよね、俺らも。まあ、プレイテスト長かったらね、全然いいけどね。10月ぐらいからできて、みたいな。10月ぐらいだったら、まあって感じではあるか。まあなんか、実機が出るのは、まあ当然そうなんだろうけど、まあイベント会場にある実機とか出されてもね、正直さ、そうですかって感じじゃん？やっぱね、家でできるかどうかだからさ、家でできたらなあ、いいんだけど。嬉しいんだけどね。まあ、今年の途中にどっか長くプレイテストとかやってくれたら嬉しいけどね。